結果出せなければもう戦える、こんな世界何も楽しくない。マンティスがね、3つほど勧誘形態とか、こうマンティス B に落ちて、そっからもうまあ勧誘されましたね。結構な、ほんで。やれんのかって話じゃない、正直。お前。お、あ？うますぎる、とんでもない動きくれや。ちゃんと狙っていく。こんな時になんですが、5月末をもってプロ引退します。はい、でも残念ながらですが、いやまあこう本当にいろんな人にこう、まあ、競技シーン自体はもう4年ぐらいですか、4年ぐらいまあやってたんですけども、まあこうしぶといな、まあ、こんぐらいこんだけ活躍っていうか表舞台でこういろんな人に支えながらですけども、うますぎる。なんていうんですかね、決して一人ではできなかったことですよね。この月間もそうですけども、決して一人じゃあのチームは完成できなかった、完成は不可能でしたけど、仲間や、まあ、マネージャーさんたちでファンの皆さん、まあ、いろんなスポンサーさんとかね、もう絶対かけちゃいけない一つのパズルというか、それがこうピタッと全部ハマった時にやっぱりこう月間 SBI、うん、まあ、そのチームができたと思うんですね。まあ話せば長くなりますけども、まあこういろんなチームに入ってきて、リアスから始まり、リアスの次は月下ですか、旧月下皇帝やらルアやら、マキオさんもそうですけども、まあいろんな世代がありまして、でロストワンに、ほんでまた月下、いやまあそうですね、長かったですね、すごくお世話になりましたと、一緒にすごくお世話になりました。ですが僕は荒野行動をやめるわけではないので、それだけ勘違いしないように、あっあかん、ちょっとやっぱプロやめてよかったと思う、これ見たら。うん、まだやめてないけど、正直なところ勧誘とかって出たりしてたんですか。そうっすね、マンティスに入る前もそうですけど、マンティスだけじゃなくてですね、勧誘が、マンティス以外に3つほど勧誘形態とかで、まあこうマンティスがこう B に落ちて、そっからもうまあ勧誘されましたね、 A プロ S プロから。まあ僕地味にこうやうまいのと、別にそのトップレベルとは思ってないですよ、プロの中でもわりかし、まあ、経験も豊富で、でまあ頭も割と、まあ、割とですよ、割と使えて、で打ち合いに関してはもうこう調子いい時は多分誰にも負けへんぐらいのポテンシャルはあるんで、でもある程度のこう YouTube の数字とかだったりとかね、こういうストリーマーの活動もしてるんで、で今数字も必要というところで、まあ微力ながらお力添えはできるんで、結構勧誘とか来てたりしてたんですけども、まあこう蹴りましたね、もう全部、うん、まあマンティスで終えたいというふうに話しましてね。まあ、これは何て言うんですか、一つの区切りじゃないですけど、けじめというか、もうあっちやあっちやこっちや行きたくない人なんでね、僕はコロコロ変えたい、変えたくないんで、お金が全てじゃないんでね。まあこんな綺麗事言ってますけど、正直荒野行動の競技シーン飽きてます、すいません、飽きちゃってます、それだけです。いろいろ話しましたけどそれだけです、飽きました。はい、もうええです。結果出せなければもう戦える、こんな世界何も楽しくない。どんだけ結果取ってもさ、結局今タイトル取れてなかったら叩かれるわけですから、大人しく競技士に引退して、これからまあこうエンジョイ、親行動をシンプルに楽しんでいこうかなというふうに思ってますけどもね。だから言うたらヘイチョと一緒ですね、
お前プロならん俺の代わりに。いけんで。そのポテンシャルあったら。我ながら、いいチームでしたね。今でも思いますけど。いい終わり方だったんじゃないかなと思いますね、結果は。一番調子のいい状態で、伝説として消えるっていう。まあ僕たちのこの、なんていうんですか、兄弟分っていうか、兄弟チームみたいな感じの AK がかつてありましたけども、とんでもないチーム。まあそんな感じですね。彼らはチャンピオンシップ優勝して終わりましたから。頑張りすぎ、頑張りすぎ。うん、よいしょ。やった、荒野王者行った。よっしゃー。